入院研究氏は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将、津軽氏の家臣、道の区国入院福王寺の別当、入院現場の子として誕生。父、現場は、入院役指導の入院城の官主であり、周辺に部位を振るって、近隣の有力大名南部氏とも対立し、その威風ある態度から、社門大名と呼ばれた。しかし、年月日、 南部下に属する大閤寺上主、滝本茂之の手によって、路上で暗殺。賢清義は弱年であったため、あだちを辞長していたが、その間に、茂之によって、抑えとして、高畑城を築かれてしまい劣勢に陥った。家督後継問題で、南部下中の統制が乱れた、元気元年、南部市の石川高信配下である大浦溜信が、石川城を吸収し、主、 高信をを内独立するという事件が起きた。賢清もこれに乗じて弔い合戦の兵を挙げた。まず、高畑城を吸収し、重行の家臣で城主、平岡製影を打ち取り、自ら高畑城主となった。その後、賢清はため信に侵入し、津軽統一に貢献することになる。同年8月、南部の武直はため信を討とうと、世帯史を木上に兵を預け、 高畑城を攻めさせた。しかし、剣清は、板垣信成と共に前線し、金平綱則率いる150人の援軍が、駆けつけると、合力して、南部軍を撃破した。そして、天正3年11月11日には、ため信に従軍して、対抗事情を落とし、旧敵である、滝本重之の津軽区地区に成功した。天正七年七月、出羽国の大名、 安藤愛貴の命により、比内地方の悲惨、六郎、七郎兄弟が、給料奪還と、ためのぶ討伐のため拒兵、平賀軍へ侵攻してきた。悲惨軍には、地匠、北畠健則や、旧敵、滝本茂之も加わり、その兵数は千を超えた。悲惨軍は、入院ウス館や入院城を攻めた。この時だて清は、大浦城にあり、 留守であったために、両拠点ともあっけなく落城した。その後、悲惨軍は勢いに乗り置き立て城を攻めるが失敗し、入遊水管まで引き返し、そこに立てこもる。これに対し、ための部は兵を集め、反撃を開始。県清志もこれに従う。両軍は、日向川の支流である六和川流域にて衝突し、激戦となった。一時悲惨勢は、大浦本陣まで迫り、 ための部を打ち取る勢いを見せたが、賢気与らの奮戦によって、大浦軍は戦線を押し返し、ついには総大将である六郎を打ち取る。これを聞いた、悲惨勢は回乱、滝本らは南部に蓄転した。こうして、大浦勢は、勝利を得た。天正十年、賢気与氏は、旧敵、滝本重之が居城としていた、大公事情の上手に任じられる。かくして、父、 現場が暗殺されてから始まった、ニュ滝本家の構想は、ニュ家の勝利に終わった。天正12年8月、死去。子孫は、広前藩主として続き、ニュ三つなどを排出した。ありがとうございます。